この度、鉄砲水槍神社様、御社殿御開創のため、神楽殿でのご奉納かなわず、ここ、明石小学校にて、9回目の例大祭公演と相なりますでござりまする。これもひとえに、皆様方からの温かいご支援、ご協力の賜物と、新富田子供歌舞伎一同、心より御礼申し上げる次第にございまする。さて、本日演じまする役者は、中央区の小学生、歌や三味線、林は卒業生、子供たちのお父さん、お母さん、そして近所のおじさん、おばさん、裏方一同に至るまで、素人衆で務めますれば、お目が誰きところありふえにもご容赦のほど、伏してお願い申し上げる次第にございまする。さて、本日幕開けには、名達舞踊、寿四季三馬奏、国土安泰、天下太平、五穀豊穣をお祈り申し、踊らせていただきます。さて、その次は江の島の。と、続きましては、五人の盗賊たちが、ずらりと並んで、七五調の名調子で連ねる、皆様よくご存知の、白波五人男、稲瀬川勢ぞろいの場にございます。そして、おしまいは、義経千本桜、吉野山、桜満開の吉野山三中、鈴鹿御前のお供をする忠信が、実は小狐の化けた姿で、鈴鹿御前の持つ鼓の皮となった親狐を慕うという名場面にございます。義太夫は寿四季三馬奏、吉野山の二番、竹本矢野太夫社中によります。本日は豪華三本立てにて一同未熟ではござりまするが、心を合わせ一生懸命相務めますれば、花のお江戸の新富座子供歌舞伎、何とぞごひいきを引き立てのほど、隅から隅までずいっと新富座お願い、あげたてまつります。Thank you.